ゴールド・チャーチの戦いは、南北戦争の4年目に入った1864年5月30日、バージニア州ハノーバー軍で、北軍ユリシーズ・グラント中将の、オーバーランド方面作戦の中で、南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍と、対抗した戦闘である両軍がトトポトミー・クリークを、挟んで退治したとき、アルフレッド・ T.A. トオーバート准将の指揮する、北軍機兵時代が、 オールドチャーチ交差点に近いマタデクイーンクリークでマシウシーバトラー巡将の南軍機兵旅団と衝突した。下馬した両軍機兵の間に激しい戦闘が起きた後、数に劣る南軍がオールドコールドハーバーから1.5マイル以内まで後退を強いられた。翌日には北軍がその重要な交差点を抑えることになった。オーバーランド方面作戦の動き。 トトポトミークリークの戦いとオールドチャーチの戦いが起きた1864年5月29日の動きと30日の戦闘南軍、北軍南北両軍の不評部隊が5月30日にトトポトミークリークの戦いで戦っているとき、北軍騎兵軍団長のフィリップ・シェリダン少将が、第5軍団長のガバヌーア、ウォーレン少将からの援助要請を受けるようになっていた。ウォレンは、 北軍の左翼で前に出て孤立した軍団の位置が危険になっていると心配していた。騎兵軍団はポーズショップの戦場近くで宿営しており、パムンキー川沿いのホワイトハウスとニューキャッスルフェリーの補給基地につながる道路のネットワークを保護するために、この地域に集中していた。 この地域は、ウィリアム海、ボールディ、スミス少将の第18軍団からの援軍が移動することが見込まれていた。シェリガンは当初スポットシルバニアコートハウスの戦いの、はじめにウォーレンとした議論のわだかまりが残っており、その要請にあまり注意を払わなかった。ポトマック軍指揮官のジョージ・ミード少将は、シェリガンとも、 ウォーレンとも喧嘩することがたびたびだったので、彼らの論争の拉致外に身を置いていた。しかし、ウォーレンの要請がより急を要するようになると、シェリダンはウォーレン軍団の左翼に導く道路を遮蔽することに合意し、アルフレッド・ T.A. トーバート准将の師団にその任務を割り振った。トーバートはオールドチャーチ交差点で宿営していたトマス・シー・デヴィン大佐の旅団をその任につかせた。 その指示が、この命令系統を伝っていくと、内容が誤って伝えられた。ウォーレンが望んでいたように、オールドチャーチ道路を西に偵察するのではなく、デビンは南のオールドコールドハーバーに向かう、ボトムズブリッジ道路で紹介を行うと理解するようになった。デビンはその部隊を、マタデクインクリークの北岸にあった防御に優れた陣地に置き、 ペンシルベニア第17騎兵隊の1個大隊をクリークより南バーカー農園の前よりの位置に派遣した。一方、シェリダンが知らないうちに南軍ドバートイーリー将軍はアメリカ連合国の首都リッチモンドからわずか6マイルしか離れていないオールドコールドハーバーにある重要な道路の交差点のことを心配していた。リーは その交差点が脅かされているかを判断するために、メカニクスビルからマシューシー・バトラー准将の旅団2000名を派遣した。バトラーは自身の旅団からサウスカロライナ第4を呼び、第5騎兵連隊とマーティン・ W ・ゲーリー准将の小さな旅団を率いていった。南軍の騎兵は5月30日朝に出発し、午後1時と2時の間にバーカー農園近くに到着した。 バトラーの旅団は、ペンシルベニア第17騎兵隊の1個大隊と、コゼリアイを演じた後に容易にその部隊を、またデクインクリークまで押し戻した。デビンが、ペンシルベニア第17騎兵隊からさらに2個大隊を、送り込み、コーダーランド少佐がその部隊を率いて突撃し、北軍の当初の紹介戦を回復させた。デビンは型ばかりの敵軍に向かっていると考え、それ以上援軍を送らなかった。 しかし午後3時、バトラーの本体による攻撃で北軍の紹介部隊を圧倒した。北軍は活発に遅延工作を行って、南軍がクリークを越えるのを防いだ。デビンはさらに2個連隊、ニューヨーク第6機兵隊を右に、同第9機兵隊を左に送って、ペンシルベニア機兵隊を補強した。バトラーは、サウスカロライナ第4期兵隊を道路の西に配置して、 ニューヨーク第6機兵隊と対抗させ、サウスカロライナ第5機兵隊は東に送って、ニューヨーク第9機兵隊に対抗させた。サウスカロライナ第7機兵隊は予備隊として残した。トーバートは戦場の様子を調べ、南軍の旅団に抵抗するには参考連隊では不十分だと認識したので、その師団の残り部隊に出動を命じた。 ウェズリー・メリット巡将の予備旅団が最初に到着し、そのアメリカ第2騎兵隊が、弾薬の少なくなっていたペンシルベニア第17騎兵隊と交代し、前線の中央に入った。北軍前線の右端では、ニューヨーク第6騎兵隊とアメリカ第2騎兵隊が、サウスカロライナ第4騎兵隊を押し戻した。そこはすぐに、チャールストン系流騎兵隊が補強した。南軍は、 ディガンの農園から持ってきた丸太で強壁を構築した。左端ではニューヨーク第9機兵隊がマタデクインクリークの高さ40フィートある包みに守られたサウスカロライナ第5機兵隊から強い抵抗を受けていた。メリットはチャールズ・エル・リーパー隊員の指揮するペンシルベニア第6機兵隊を使って南軍陣地の側面に回ろうとした。この部隊は ニューヨーク第9機兵隊の左翼でクリークを渡ることに成功したが、サウスカロライナ連隊との激しい白兵戦になって、全身を止められ、ディーパーは重傷を負った。この時、ジョージアームストロングカスター准将の旅団が到着して、膠着状態が破られた。カスターは、ミシガン第5連隊を、ボトムズブリッジ道路の右手に、ミシガン第1及び第7連隊を、 道路の左手に配置し、ミシガン第6連隊を予備隊にした。その攻撃が南軍の両端をついた。バトラー隊の兵士が後方に逃げると、その予備隊であるサウスカロライナ第7機兵連隊が反撃して前線を維持しようとした。北軍の方が戦力も火力も勝っていた。ミシガン兵はスペンサー銃を装備しており、トーバートは騎馬砲兵を配置していたが、 その日のバトラーはそれを持っていなかった。この日の戦闘の大半は下馬して行われたが、南軍のフランク・エイ・ハスケル大佐とエドワード・エムボイキン少佐は機乗のままサウスカロライナ第7機兵隊を指揮しており、二人とも突撃した時に重傷を負った。戦闘の最終盤にジョージア第20大隊が到着したが、馬に乗って逃げていく味方兵のためにほとんど無力にされた。 北軍兵は退却する南軍を熱心に追撃した。最終的にバトラーがオールドコールドハーバーで部隊兵を再招集できた。トーバートの部隊は交差点の北東約1.5マイルで露営することになった。バトラーはホーズショップ及びマタデックイーンクリークで3日間のうち2回までロバート・イーリーが必要としていた情報を集めることに成功したが南軍の騎兵隊は 北軍の騎兵隊によって2回とも押し返された。その2回とも、カスターの旅団が勝利するために必要案重要な戦力となった。この戦闘での損失は、北軍が90名、南軍が188名だった。翌日、シェリダンが重要なオールドコールドハーバーの交差点を確保する道筋がつけられ、流血の多いコールドハーバーの戦いの始まりとなった。ありがとうございます。